はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。はい、アップデート来ましたね。 で今回は、武器の調整はそこまで多くなくて、僕的に気になる点はスコアストリークがちょっと必要ポイントが増えたことかな。例えばヘルストームとか、これ100ポイント増えたのかな、ヘルストームは950、攻撃ヘリもおそらく確か100増えて、1300とか、ちょこちょこ変更されてます。でライトニングストライクは逆にね、必要ポイントが減ったりだとかしてますね。今回はヘルストームがね、こう必要ポイント増えたんだけど、これはすごく僕的にはいいのかなと思います。今までね、ポン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 ヘルストームが出ちゃってたんで、さすがにね、いい調整かなと思います。今日はその辺をどんな感じにね変わってるか見つつ、ちょっと前に強化されたテンペストをね使っていこうと思います。はい、というわけでやっていきたいと思います。さあ、最初は左下からいきましょうかね。なんだなんだ、燃えたぞ。あ、これあれだな、ショットガンの火炎弾のやつかな、アタッチメントの。確か使ったことないけど、まだ。おお、これはかなり弱い。やべ、2回入ってくるかもな。構えとこ。あ、2回いないパターン、もしかして左下で湧いてんのか。かなりね、これ手前におるんよな。まだいるはず。どの辺だこれ、どっちだこれ、どこだ、え、どこにいるこれ。あ、角か、なるほど。でシーカー溜まったんで転がしていこっか。さあ、頼むぜ、索敵。どっちだ、そっちにいるんか。なってますね。すまんな。あれ、え、ふっ、よし。なんかたまにこういうの、登り動作、ジャンプ力が異常に低下するときある。なんだなんだ、あれは。センターいないっちゅうことは、下に行ったな。下に行って、多分、わー、ファイアブレイクオール。右から回ってきてるやついる、絶対。いなくなったね。タックリプライト入ってる。よっ。ナイス。まだ外周にいるね。外周やるでしょ。裏来てるな。裏からその中に入って。やべ、火炎弾か、また。危ね、死ぬ。危なー。さあ、あと1キロ減るスト。センターから。お、激論にさせたぞ。味方やれるか。ナイス。もう一人いますね、ここ。オッケー、ヘリ出た。そうだな、スコアストリークのその必要ポイント多くなったのは、ハンドポイントはそんな気にならないかな。他のルールは分かんないけど、ハードポイントに限ってはそこまでなんか、なかなかスコアストリーク出ないなっていう感じはしないですね。これ中入るんじゃないっけ。あ、お、当たったけど1キルか。で、シーカーさん流しつつ、いいね、シーカーちゃん強いな、やっぱ索敵してもらうので、多分センター見えないってことはほとんど左から来てるってことかな。でもやってくれたから。お、1人センター来たね。次はこっちの方ですね。行くぞ、ストライクチーム。落としてんな。結構落とされてる。やれなかった。落とさないで、もう落としちゃったか。ああ。さあ、テンペス溜まったぞ。待って、いる、まだいる、まだいる。弾がない。よし、一旦回収して。行くぞ、テンペスト。狭いところなら当たるはず、こっちの方が。感電させる。味方に任せるか、最終キルは。で、ヘルスト出ました。ジャンプ地からの下に入り込みつつ、ウィーからのエリアに入ってるやつをやってくれたね。で、後ろ来てる。おい、おほほほほ、どこ、え、ここど、あ、これエリアどこ入ってんだろう、これ。赤いんだけど。え、ん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 、
何今の静けさ回線落ちたのかと思ったんだけど、なんかさエリア入っててもなんかエリアが赤いままだったんで何が起きたのかと思った。完全に回線が落ちたのかと思ったんだが違ったみたいですね。まあよかったよかった。あビリビリしてる。あナイスダイシーン。リスポーンどうだろう、変わってるから、いや変えるなら変わっちゃった方がいいか。一回こうガツッと変えた方が挟まれる可能性が減るんでそっちの方がいいかもね。さあタックリプロ焚いてる、この人だね焚いたので、落としてる、やめてくれ落とさんでくれ。さあリスポーン取りに行こうか、こっちハーポニーの方取ってからでヘルスト、センターかな。あ外周もいるね。OK ダブルキル、いい感じいい感じ。さあ40連続はとりあえずできてるね。さあこうセンターから来るの、ここめっちゃ強いよね。こうやって入ってればセンターから来るのはまあやれますんで、これちょっと心配なのが味方がすごい上がってるから後ろで湧く可能性ある。大丈夫そうだな後ろ、エリアが多かったか。さあただ味方なのかな、ファイアブレイク。さあ外周見て、外周はいない、やばい、うわー危ねえ、やだー危ねえ生き残った。あ、しばらく回復できないんでちょっと待ちますここで死ぬわけにはいかない。あ、あ待ってちょっといやー手前にいたし、もうファイアブレイクなんで回復できないんだよ。あーショックすぎる。いやー44で止まっちゃったな。50連続行きたかったな。いやゼロですで行きたかったな。わお9番ですねこれは。何も見えない、ひどすぎる。なんだいきなりなんか後半になってちょっと不運が続いてるな。実はこの間こっちからぐるっと回った方がエリアが変わりやすいんだけど、なんかいきなり不運が続いてるぞ。こっちからは来てるはずだな。今の倒せんか、ダメか。さあもうちょっとテンペスト来るぞ、次だな。から集中力を切らさず一旦いや行っちゃおっか、感電させとく。でまずは上を取る。でもこれ手前にいるな。はいお疲れ様です。これ2階か、いや1階だな。正面見てくるね。でビリビリしてるから味方が倒してくれるかな。パーンチ、オッケーあとちょっとからの詰め詰めしてのいないですね。あ C 固まったね、多分こっち来ると思う。いないな、どこだろう敵。さあシーカーかなり走ってってるね。あスタンしてるってことはいるね、この先あとちょっとだから逃げちゃおう、ヒルストラッシュ。いやー悔しいなー、連続キル止まったの。ちょっと待って、くー、44連続か、なんか微妙な数字だなせめて50は行きたかったね、キリよく。はいお疲れ様でした。ダメだったねそうですね、まあハードポイントまだ1キル1アシスト1キルも100ポイントだったから、なんかそんなにスコアストリークは呼びにくいって感じはしなかったな。最後にちょっとメダルだけ見てみましょうか。ああまあゴールド止まりですね。30はいってないか、いってないみたいだな。くー悔しい。
はい、というわけで今日もよかったらグッドボタンお願いします。お疲れ様です。Stare at the stars, we were never apart. Drinking too-